あなたが私の指揮官なの。優しくしてね。すぐにでも好きにさせる自信はあるよ。新しい一日ね、指揮官。私に会いたかった。指揮官、いいこと聞きたい。今日のメンバーは誰？指揮官に見る目があるかどうか楽しみね。これでも満足できないのかしら。私がやめてって言ったらやめなさいよ。週末一緒に買い物行かない？いいもの見つけたんだ。今回は指揮官に払わせないわよ。私からの贈り物なんだから。このクリスマス衣装かわいいでしょ？もちろんよ。着てるのはこの私なんだから。さすが。はいはい。また私の出番？きっと楽しい旅になるわね。頑張りましょう。最後まで頑張らないと。安心して、この借り絶対返すから。もう打つ手がないの？私のせいじゃないわよ。指揮官が見ているわ。もっと頑張らないと。よし、いい知らせを待っててね。ただいま。指揮官、ハグして。新人なの？残念、もう遅いわよ。あら、優秀なメンバーにこういう扱いって当然なんでしょ。優しいね。覚えておくわ。もうすぐ終わるわ。ついてこられる？勝負ありね。指揮官、ついにこの時が来たのね。たくさんの人と出会って、たくさんの経験をして、自分を見失いそうにもなったけど、いざという時に引っ張ってくれたのは指揮官。いつもあなただわ。ありがとう。これからもそばにいさせて。一番信頼のできるパートナーになってあげるわ。少女前線。指揮官に褒められちゃった。みんな嫉妬しないでね。